はい、おはようございます。というわけでちょっと拠点がリニューアルしました。だいぶ手狭やけど、一応ちょっとな、突然敵に襲われないように門で囲んで、家もちょっとアドベで作って、まあ中はそんな変わらんかな。一応旋盤作ったけど、まだちょっとあんまり材料なくて、それ以外は作れてないんで、まあ今日はね、とりあえず前回アルゲン捕まえたから、こいつに乗ってちょっといろいろスコージダースを散策しますか。でまあ途中、まあ強い恐竜見つけたらテイムしたりとか、あとまあ拠点、いい拠点の場所とかあったらちょっとそっちにお引っ越しするとかもありやな、っていう感じでやっていきましょうか。このマップのさ、こっち側行ってみようか。マップの埋まってないとこ行ってみようぜ。え ?120 レベル。おー、びっくりした。ダイオドンかい。え、このカルの120レベルやん。ちょっとこいつテイムしよっか。子供おるから、まず親倒して、オッケー。これで、いたよるし、しかも。オッケー。よーし。あー、やばい、襲われてる。ちょっと待って。うわー、殺されたー。ダイヤウルフに。うわ、そうか、この辺ちょっと。まあ、1体残ったからいいか。ダイヤウルフとかおんのかー。あれはティラノさんですかね。50レベル。いらないね。ティラノは絶対今後必要になるから、当然強いやつを見つけたらテイムしたい。あ、ティラコレオ欲しい。俺ティラコレオ好きやねんな。ただ15レベルはちょっといらない。あー、ヒエノドンもおるんや。こいつアイランドおらんかったよな。そっちから参戦か。なんか来たのよう見るな。お前どこにでもおんな。この間見たやつとは別のやつやろ。いやー楽しいな。なんかこういう初見のマップは普通にこうやってボーっと飛んでいろんなとこ眺めてるだけでも楽しい。まあ今ザーッと見て回った感じやと、まあ、ティラのダエオドン、ティラコレオ、こいつらは、ちょっと、欲しいな。高レベルおったら。あ、ちょっとあいつらの高レベル探すか。頑張って。いやー、レベル5か。ティラコレオはまあ、個人的に好きっていうのもあんねんけど、普通にな、多分今後、どうせ洞窟あるやろ。探索にティラコレオありなんじゃないかなーと思ってます。まあ100レベルは超えててほしいよな。ダイオドンは個体数やたら多いからすぐ見つかりそう。ティラノですよね、問題は。まあ、ボス戦で使うようやからそんな今すぐ必要なわけではないけど、あんまり今のところそんなアイランドの肉食島みたいにさ、簡単に厳選できるような場所もあるんかわからんし、まあやっぱボスのこと考えたら130レベル以上とかは欲しいからな。いや、これは90か。90はギリ不合格。何あれ、え、すごい。ちょっと行ってみようか。砂漠の中にちょっと明らかに人為的な建物が。すごい。遺跡跡みたいなのがある。入って大丈夫かな。I guess all this rubbish with golems and wyverns has squelched what was left of my scientific instinct to leave nature to nature, provide each other with a little warmth. いやー、どうしよう、怖い。And her antics have helped to... なんか怖ない。大丈夫、まだやめといた方がいいか。
何ここ、うわーちょっと怖いなこれ。飛行生物でも入れる場所かな。怖っ、ちょっと待って、怖い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 、いやー何やろこれ、アーティファクト洞窟かな。何も生物がおらんのか逆に怖い。急にプルロビアとかだけやめてな、ほんまに広っ。ここまだ俺には早い場所か、ひょっとして。おっ、カマキリおる。つまり有機ポリマーが取れるじゃない。よし、これ熱いな。有機ポリマーが取れるということはイリー装備が作れるわけですよ、待望の。まあ、敵のレベルもそんなに高くないし、一応大丈夫そうではあるかな。よーし、キリ一式作れた。これでかい。これで多少暑さの恐怖から解放されるね。いつまでもこの布装備きつかってんな。これワンチャンアーティファクトある？ひょっとして。たらだいぶラッキーなんですけど、一旦無視で。うわーめっちゃ広いなこれ。何ここ、何ていうか分からん、広すぎる。うわ、びっくりした。メガラニアか。メガラニアは別に騎乗解除とかないよな。岩に張り付いとったけどバカみたいに。あら、これはまさか、この輝きはまさか、アーティファクト円形。あれ、しかもなんかアーティファクトともう一個なんか、ロックエレメンタルオール。なんかでもちっちゃくなかった今、気のせい。ラブルゴーレムやって、ロックエレメンタルではないんか。なんか分からんけどアーティファクトゲットした。ちょ、じゃあ帰ろうかもう。はい、ただいま。破壊者のアーティファクト、あれなんかさ、剣みたいなやつゲットしなかったっけ。ないな。まあいいか、とりあえずアーティファクトがゲットできたということで。あ、お前探しててん、実はリマントリア。何を隠そうね。あー、やられた。こいつからな、絹が欲しいね、絹。よし、オッケー。ただいまー。ちょっといろいろと収穫のある遠征やったね。まあ収穫としては上々やけど、なんかもう1体くらい生物テイムしたいな。やっぱりさ、言ってた3体のどれか。お、ちょっとまた探しに行くか。100ゴレできたー、十分で。確かティラコレオは焼いた肉の方がテイム値が上がるんで、お肉を焼きます。んでもうアルゲンで掴めちゃうやつはトラップ入れんの簡単なんで、こうやって
そうすれば、OK! 完璧。じゃあ、ちょっと眠らすか。顔怖っ。OK!オッケー、よーし、オッケー、サドルも作ってきたので、おいで。こいつはね、早いんですよ、移動が。どうなんやろ、アルゲンより早いかな、ワンちゃん。まあ空飛べる分、その移動の点に関してはアルゲンの方がいいのは分かってるけど、好きなんですよね、僕こいつ。で、普通に、そうか、通常攻撃で月がつくんで、まあ余裕なんですわな。いやー、嬉しいな。はい。てな具合で、ティラコレオさんゲットです。じゃあ、まあとりあえず今日はこれぐらいで、まあ次回も引き続き、まだまだマップは広いと思うんで、今日行けてない場所に行ったり、まあ新たな仲間を増やしつつやっていきましょうか。で、そろそろ気が緩んできて危ない時間帯に入ってきたんで、時間帯？こういうね、波に乗ってきて油断してるときにあっさり死んだりするんで、まあハードコアということを忘れずに常に心に留めて、これからも頑張っていきましょう。ということで、ありがとうございました。お疲れ様でした。